佐藤和夫動画チャンネルです。今日は城山公園に来ております。実行委員会で今日はこのイベント会場、今からテントを張ったり提灯をつけたりするわけでありますが、まあ、本当に三部から五分咲きっていう風な感じがしますね。まあ、江戸を準備しないと桜散っちゃうなっていう準備、いや心配がありますね。この城山公園の中では毎年見て気がついてるんですが、この桜の木が一番最初に咲きます。まあ本当にかなり咲いてきてしまったので、本当に今週末の土日が一番最高かなという感じがしています。